連れ合い。連れですね、連れ。はい。あの、まあ、うちの僕の先輩で、あ、というか横山康師匠っていうのはこれはもう皆さん有名じゃないですか、はいはいはい、それのお弟子さんっていうのは横山隆史郎師匠、はいはい、隆史師匠ですけど、はいはいはい、その隆史師匠が、はい、そのわしはなと、はい、簡単にその人前で例えば誰かの名前出た時に、はい、あ、それ連れやねんっていうのは、はいはい、わしは絶対言わへんって言って、はいはい、わしはそれはもう言わんのじゃって言って、はいはい、そういうことを言うの嫌わはるんですよ、はい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 、まあ、例えば昔から知ってる友達でとか、はい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 、そういうちょっと重い言い方はしてあるんですけど、はいはいはい、あれわし連れじゃとか、はい、あ、連れ連れとか言うてこうすぐにこう誰か名前出た時に、はい、あ、知ってんねん知ってんねんって言う人っているじゃないですか、はいはいはい、わしはああいうことはもう絶対せえへんって言って、はい、なんかずっと言うてらっしゃるんです、はいはい、でそれ師匠それなんでですかって話したら、うんうん、安志師匠が、はい、に教えられたって言うて、はいはいはい、で教えられたっていうか、例えばそしたら安井翔からそういうこと言うなよって、はいはい、いうことをやったんですかって言ったら、はい、いや違うと、うん、でどういうことかって言ったら、あの安井師匠がいろいろ行かはる時にお弟子さんがずっとついていっとかなかったんですね、まあ言うたらカバン持ちでいっとかなかった、はいはいはい、で行った先でこう例えば飲み屋とかでも、はい、高橋お前そこで待っとけとか言ってこう待ってる前で、はい、まあ安井翔がこうねお酒飲んでたりしたら、必ずこうねパーッと寄ってきて、はい、でなんかあれ例えばなんかそこでこう誰々さんのことって、うん、あのやすさん知ってるんでしょみたいな、あれ友達ですな、はいはいはい、みたいな、はいはい、私ねあの、はい、そのなんとかさん連れですねって言うて近づいてる人がよくあるよくいるらしいです、はいはい、それってまあまあ社交辞令、はいはい、あ、そうですか、はい、言うときゃいいけど、やす氏はお、なんて誰の連れやて、いや、なんとかさんの、あの連れですね、はい、あ、ちょっと待って、あの名前なんて言うのよお前って言って、向こうが、あ、お、ね、山田が、お、ちょっと待って、うん、おな、わし今すぐ電話するから、はい、お、今な、山田いうやつがな、お前のこと連れ言うとんねんけどな、お、知ってんのか、はい、え、お、山田下の名前なんや、お、お、お、知らん、お、知らん言うとるねんか、ほんとそんなことをあっちこっちで繰り返すから、それを見ててもわしはその逆に言うとその突っ込まれる側よりもそのそういうことを言うてるのがね、まあ言うたらもうあかんから、もうそれわしはそういうことは言わへん、要するにそのなんでそれ言うたら、あの師匠のような人間に捕まって裏取られると困るんじゃんって、それからわしは言わんのじゃ言うてね、言うたあります。まあ、あの方がね、あの方がもう常にこうね、あれなんですよ、連れですね、誰や、ちょっと待って、電話するから、あ、知らんよ、うとれねえよ、嘘ばっかりやって、ちれえよ、ほら、こんなことばっかりなんで、ほとんどが 100% が連れ言うと、嘘らしいですね。まあ、そうですね、はい、嘘なんですよ。かも、ほんま、覚えてはれへんぐらいの、はい、もう、それほど密な人じゃないでしょうね。なんかもう、八方ちゃんがね、あのうちを来てくれちゃうとか、そんな言うと、おう、八方電話するな、お、知ってるか、なんとか、ちょっと、下の名前よお前、ど店どこの名前や、え、行ったことない言うとるねえかお前そんなことばっかりガチンコです、毎回確認してる、はい、安井さんすごいですね、つれつれ、はい、怖いですよ、つれ言わん方がいいですよ、ね、簡単に簡単には、はい。